よそらく今回は、コナンのボケてで笑ったら寝ろを見ていきたいと思います。前回はね、和田アキ子のボケてだったんですけれども、どうでしたか？やっぱ破壊力強すぎましたね。今回は安心してください。コナンです。もし、笑ったら、宿題やら、自分のやらなきゃいけないこと、風呂入る、寝る、寝ろよみんな。ちゃんと。ということで、笑ったら、自分のやらなきゃいけないことしてください。まず一つ目。あ、これは工藤新一ですね。銅像だね。なんか学校にあるのかな？なんて言ってるんでしょうか。せっかく元の姿に戻れたのに、今度は体が銅になる薬を飲まされた工藤新一。銅って、銅？かわいそうですね。新一というかコナンか、コナンが新一に戻ったんですけれども、次は銅になる薬を飲まされちゃいました。どんだけ運が悪いんでしょうか。どうだけにどんだけ。ちょっと何言ってるか分かんない。江戸川コナン、何々さん。さて、江戸川コナン、前髪ファサ。これ自分の口で効果音するデュクシタイプの人ですね。デュクシと一緒ですよ。前髪ファサ、皆さんも使ってみてはどうでしょうか。デュクシの次のムーブメントです。名探偵コナン in 青森。さて、青森だと名探偵コナンはなんて言うんでしょうね。まあ、津軽弁みたいな、なんかなまってるんですかね。すんずぞは、いつも二つ、あ、二個、二つ、もう一回言います。二つ、二個ですね。明らかに一個ではないよね。青森に行っちゃうと、なんと真実は二つになっちゃうようです。一つではありませんよ。それが常識と思っては謎は解けませんので、皆さんも青森でコナンに会った時は惑わされないようにしてください。さて、これコナンだけですよ。どういうことでしょうか。もうちょっと説明しようがないので見てみましょう。あんだけ尖ってたら電波とか出んじゃねえの、ラン姉ちゃんなんつって。帰れ。はい、何々、誰、おい、はい、何々、返事しろ、誰なの、はい、何、誰なのよ、はい、はい、どういうこと。ちょっと何言ってるか分かんない。こんな番組は嫌だ。さて、どういう番組でしょうか。これ名探偵コナンなんですけれども、探偵が抜けてますね。皆さんだったらなんてつけますか。コメント欄に書いてください。じゃあこの人のね、答えを見ていきましょう。こんな番組は嫌だ。名古屋ってどこなん。なんで最後インド人入ってた。まあなんだけなんだけど、煽りかなこれは。むしろ名古屋を広める番組なんでしょうか。まあ私にはちょっと煽りにしか聞こえないんで、そういう番組良くないですよ。今からバターチキン食べます。ちょっと何言ってるか分かんない。寿司が回ってるぞ。これってどの皿を取ってもいいんですか。で、博士がなんか言ってますね。なんて言ってるんでしょうか。ビックラポンはわしがやるけどな。精神年齢この中で一番下。ありますね。くら寿司だかはま寿司の、あの皿を5枚入れると抽選できるやつ。そこは譲りませんよ。ガキだろうがね、容赦しません。ビックラポンだけはわしがやるけどな。眠れない。変な時間に起きてしまったな。あれ、これさっきの犯人ですね。何をボソボソ言ってるんでしょうか。眠れない。変な時間に起きてしまったな。明日犯人だからな。ワクワクして寝れないわ。もう出かけてんじゃねえか。夜中の2時。仕込みですね。わかります。仕込みかっこ意味深。ちゃんと役になりきってますよ。夜中の2時に起きて、もう仕込みで、プロ根性ありますね。こいつら、今の俺の同級生。ゲンタ、ホニャララ、あゆみ。さて、こいつは、なんて言われるんでしょうね。またひどい名前つけられるんでしょう。こいつらは、今の俺の同級生。ゲンタ。一人飛ばして歩み。変な名前よりもっとひでえじゃねえかよこれ。いないことになってるんですね。どこ、お、なんでしょうか。なんか殴られてますね。それでおって反応してるんですけれども、なんて言ってるんでしょうか。どこ、ずさ、お、おこ、見りゃわかんだろうげ。むしろこれで怒ってませんっていうのがすごいよね。そりゃ怒ってますよ、見りゃわかります。ジン、黒ずくめの組織の中枢を担う幹部で、ジンはコードネーム。新一にエーペックス4869を飲ませ、幼児化させた張本人である。その後、脱走したシェリー抹殺に異常なまでの信念を燃やしている。大変用心深く、上書き保存は必ず3回やる。これ俺やんけ。わかるね。本当に。用心深いと上書き保存とか3回やっちゃうよね。あと家の鍵閉めたかなみたいな。3回帰っちゃうみたいな。いつまで経ってもつけねえよ。そうなんですね。このジンって人、用心深いので。上書き保存は3回やります。皆さんどうでしょうか。
お、博士ですね。普通に博士ですが、なんか変な肩書きがあるのかな。手足が棒になる薬を誤飲。これ元の画像わけわかんねえのね。確かにこれ手足キモいですね。元の画像が見てみたいですよ。ないさて何を探してるんでしょうか、コナン君。なんか事件のヒントでも探してんでしょうかね。出かければ死体があると思ってる。どんだけ治安悪いんで。スラムというよりアポカリプスですね。はい、横文字使うやつ。大体綱おにぎり。事件起こんのお前のせいじゃねえかよ、大体。お前がいるから、その先に大体事件があるんでしょ？あなたのせいでしたよ。毛利小五郎すごい漁ってますよ。何が起こってんでしょうね。なんかこれ運転中かな？運転中になんか見た感じですけれども、なんて言ってるんでしょうか。尾行中の容疑者に続いて入店したパチ屋で5万と容疑者を失ったね。パチンコ売ってんね。え、これ犯人がパチンコ屋に入ったんですけれども、あ、打ちたいって思って、容疑者としかも5万負けてんじゃないですか。あなた仕事中に何やってんでしょうね。あれ、さてコナンたちと、これ犯人ですね。もう黒いのっつったら犯人だからね。さて何話してるんでしょうか。もしかして俺誰かやらなきゃいけない感じですか。やらせでした。死んなかったですね。こいつが全てコナンにやれって言われてやってたようですか。かわいそうですね。何々はいつも何々。さて何でしょうか。もうみんな勢ぞろいして言うことだからね、結構大事なこと言ってんじゃないですか。もうキーワードかもしれません。これ答えはですね、パターンはいつも同じ。はい、IQ アインシュタイン。さすがですね。もうコナンも分かってきましたよ。とりあえず爆発するとか、とりあえずアリバイあるやつ全員集めるとか、パターンはいつも同じなんですね。それを今何年続けてるんでしょうか。さすがプロです。え、何これ、サッカーボール話してんの。サンターナ、君は間違ってるよ。翼が正しいよ。キャプテン翼じゃん。お題間違ってない？なんて言ってんでしょう。近くに毛利小五郎がいなかったので、かなり強引な手段を選んだ。これまだコナン自分自身に打った方が良かったんじゃ。あるわけねえだろうが。毛利小五郎いなかったからコナン迷ったんでしょうね。うわ何しようっつって、あ、サッカーボールいいじゃんみたいな。で翼が正しいよって言いたかったんですね。自分に打てばよかったのにね。まあそれだと怪しまれるからしょうがないですね。セブンイレブン明日から何々。さてコナンとのコラボかな。嫌な予感しかしないね。事件が起こる可能性ありますよ、セブンイレブンさん。なんて言ってるんでしょうか。明日から商品はいつも一つ。あ、ツナマヨおにぎりしか置いてくんないんですね。わかります。新一と同じ磨き方ね。新一と味覚がそっくりだね。新一の声に似てるのね。さてもうこれは分かったように性格悪い聞き方をしていますが、最後になんて言ってるんでしょうか。新一と同じマイナンバーね。もう毎回の犯人ってこいつじゃ。